2018年7月10日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第3875話、塩入道で捕まえて。私が小学生の頃の話なんですが、家族である塩入道に行きました。詳しい場所までは覚えていないのですが、人が全くいなかった感じだと、そんなに有名じゃなかったと思います。まず、父が先頭を切ってその塩入道に入っていきました。続いて姉二人が入っていったところで母が私に来ないの?と問いました。私は、なぜか入ることを固くなに拒んで、その塩入道の前で待っている、と母に告げました。その後、どういう会話の流れだったかは忘れましたが、母もその塩入道に入らず、近くの自販機で飲み物を買ってくると言い残していってしまいました。塩入道の前で待っている間、とても胸騒ぎがして、すごく気分が悪かったことをよく覚えています。しばらく待っていると父が出てきました。私は、無事、父が出てきてくれたことに安心して、急いで父のところに走りました。その時、父が、塩入道は滑りやすいから走ったら危ないだろ、と言ったのです。私は、入っていないと言いましたが、父は笑うだけでした。後で話を聞いたところによると、塩入道の中で、私は、遅れて中に入っていき、父と行動していたそうです。ずっと父の腕にしがみついていたのですが、もう少しで出口、というところで走って外に出ていったそうです。もちろん、私は、入ってなどいませんし、父の前に誰かが出てきた、というところも目撃していません。父の作り話かと思ったのですが、後で塩入道の中で撮影した写真というのを見て驚きました。ある一枚の写真に写った人が父姉姉の3人。塩入道の中には私の家族以外人はいませんでした。私と母が入らなかったのですから、その写真はどうやって撮られたのでしょう?未だに不思議です。ネットで見つけた怖い話。第3876話、びっくりドンキーって何がびっくりなの?心霊現象ではないので申し訳ないのですが、私が中学生ぐらいの時のことです。母がスーパーで手作りハンバーグを買ってきました。真空パックに入った調理済みのものではなく、そこのスーパーの肉屋さんでひき肉をこねて成形し、あとは焼くだけという状態にして売っていたものです。普段ならハンバーグは家で作っていたのですが、その日母は体調が良くなかったため、焼くだけで済むそれを買ってきたのでした。私は、出来合いのものだしなぁ。と大して期待はしていなかったのですが、焼き上がったハンバーグは予想に反しなかなか美味しそうでした。いただきます。私は、ハンバーグを食べやすい大きさに切ろうとナイフを入れ、ハンバーグを刺したフォークを横にずらし、そのままの格好で凍りつきました。ナイフを入れたハンバーグの断面。本来であれば肉汁が染み出して食べ盛りだった私の食欲をそそったであろうその部分にあったのは、おびただしい本数の髪の毛。左右に切り分けられた肉と肉の間に、箸のように、びっしりと。その数は10本や20本ではありませんでした。フォークを動かすとそれが肉の間からビーッと抜けていって、その日は気持ちが悪くてろくに晩ご飯を食べられませんでした。1本や2本なら知らないうちに入ってしまうこともあると思うので仕方がないですが、あの本数は故意に入れられたとしか思えません。何かの事故でひき肉の中に混入してしまったものかとも思いましたが、髪の毛はハンバーグの表面には一本たりとも、その毛先さえ出ていなかったのです。何者かが、大量の髪の毛を丁寧にひき肉で包んで、その異常さにゾッとしました。そのスーパーには母が苦情の電話を入れました。それ以来我が家の食卓に出来合いのハンバーグが並ぶことはありません。私は、しばらくは家で作ったもの以外のハンバーグを食べることができませんでした。肉を切るとまた、
何十本もの髪の毛が糸を引くのではないかと思うと。ネットで見つけた怖い話。第3877は、レア物自販機。昔うちの近所に変な自販機があった。なぜか日によってある場所が違い、どこにもない日もあった。売っているものは、心霊写真。10枚くらい陳列されていて、写りがいいものほど値段が高かった。漏れは買ったことなかったけど。ネットで見つけた怖い話。第3878は、囚人トンネル。10年近い前の話なんだけど、就職したてで俺は、寮に入ってた。で先輩や、つるんでた友人と4人でドライブに出かけた。先輩の車でね、行った先ってのが東北の M 市から秋田に抜ける峠道。振動はバイク乗りが集まってるとこだったけど、先輩が向かった先は旧道だった。シャレにならない道だったよ。舗装してないどころかやぶだらけで前もろくに見えない。車一台通るのがやっとの道。よりによって先輩はスカイラインで豪快にそんな道を走らせた。登った先にはトンネルがあった。岩をそっくりくり貫いたようなトンネル。時間にすれば午前1時を回ってたと思う。囚人に掘らせたトンネルって噂を聞いてた。ライトに照らされたもやが動いて、まるでたくさんの人が動いてるように見えた。俺は、戻りたかったけど、Uターンなんかできる広さじゃない。トンネルを抜けてこの道を進むしか道がないし。先輩は車をトンネルに入れた。先輩や友人は、おっかねえ。ってはしゃいでた。俺は、それどころじゃなかった。もやが車の中まで入り込んでる。信じられないくらいの湿気が体にまとわりついて、ベタベタしてる感じで、体も動かせない。はしゃいでる周りを見ながら、早くまともな道路に抜けてほしいって思ってた。トンネルを抜け、やぶの中を抜け、車は国道に戻った。気分もいくらか楽になり俺は、一息ついてた。我感外が甘かった。県境を越え国道は川に沿って走る形になる。しばらく走ると脇に吊り橋があって先輩は車を止めると言った。肝試しするべ、冗談じゃないと思ったね。あんたの運転とさっきのトンネルで十分肝試しじゃん。そう言いたかったけど周りの雰囲気壊したくなくて黙ってた。先輩と友人一人が細い吊り橋を渡って行った。根性あるなって感心したよ。ここは結構自殺者出てるとこだったし、俺ともう一人は残って見てた。臆病者って言われたけど、友人はどうだったか知れないけど、俺にはぼんやり見えてた。橋を渡ってこっちを見てる先輩たちの横にも一つ影が並んでた。先輩たちは最後まで気づかなかったけど。それからしばらくして先輩が車で事故った。車は大破したけど幸い怪我はなかった。懲りずにまたスカイラインを買っちゃうくらい。ただ、そのすぐ後、先輩の親父さんが亡くなり、先輩は仕事を変えなきゃならなくなった。事故の借金とか親父さんの葬式で金がかかったみたいで、友人の一人は死んだ。バイクの事故で、外傷はなかったみたいだけど事故のショックで心臓麻痺起こして病院に担ぎ込まれしばらくして、もう一人の友人は肺気腫で仕事中に豚折れ入院する雨に。で俺なんだけど、もともとこのバイクってのは俺が友人に譲ったものだった。ほとんど直後に友人は事故って死んだわけだ。バイク事故で死亡のニュースが出た時、知り合いは全員俺のことだと思ったらしい。向こうの親に合わせる顔なかったよ。俺は、俺での色を絶っぽくなって行方をくらました。挙句の果てに自殺未遂、今の俺から想像もつかんけど。W。どこまであの肝試しが関わってたのかわからんけど、あの夜から半年でこれだけのことが起こった。今でも手首にうっすらリスカの後残ってる。そうそう、この肝試し直後に俺は、寮を出てアパートに移ったんだけど、ちょうど友人がバイクで事故ってすぐかな。
俺がノイローゼで姿消す前後なんだけど、隣の部屋は同僚だったんだけど、俺の部屋の前を通るたびに。なんでこいつ線香なんか焚いてんだ？って思ったらしい。俺は、もちろん線香なんか焚いてない。今は常備してるけど。ネットで見つけた怖い話。第3879話、わがままボイラーマン。知ってる人は知ってるが、精神病院に出るあれは本気でシャレになってない。あんまり自殺とか悪性症候群で捨てる人が多発するんで、隣町の県内でも有名な神社の神主さんにお祓い。っていうの？お願いしたら断られた。神主さん曰く、断りの通じる相手ではありませんので。おいおい、今日もそこで夜勤やってんだぜ、俺。通過ですね、うち一応効率なんですよ。普通神社にお祓い。なんか頼まないんですよ。だって県の予算でやってんですよ。外部監査でも、なんでこんなことに税金使うんだ。って指摘されてるんですよ。でも結局、少し遠めの神社に頼んでやりましたよ、お祓い。栄養価とボイラー室の人が、やらないんだったら辞職する。って、公務員なのに。ネットで見つけた怖い話。第3880話、握手商法の起源。当時といってももう8年も前の話なんだが、俺といえば昼は仕事、夜は夜間の大学、問われながらなかなか肉が苦戦してた。そんなもんだから学校終わったらもう深夜、いつもは翌日の仕事に備えてさっと帰ってそのまま床に着くのだが、その日は土曜日。翌日は休日なものだからえっちらおっちら、マイペースで自転車こいでたのよね。帰り道、道といっても蝶がつくほどの田舎だから、田んぼのあぜ道の延長みたいな道だけどね、結構、というかかなり不気味なんだよね。想像してもらったらわかるかもしれないけど、草木も眠るうし三つ時に、一人だだ広い田舎道。しかも周りにはマネキンの首などを使ったりある中かしがこちらを凝視してる。まあその頃にはとっくに慣れきっていたんだけどね。帰路の途中、いつもなら見向きもしない自販機に目が止まったのは、珍しく金銭的にも余裕があったからなのかな。別段喉も渇いてないのに、田舎の人ならわかるだろうけどさ、メジャーなメーカーの自販機じゃなくてね。今で言うとコーヒーの細長いロング缶あるでしょ？全部がそのサイズの自販機。かなりアナクロナイズなやつだね。当たったらもう一本、なんていうおみくじ付き切れかかった電灯が発してたジジジという音がやけに耳に響いてた。田舎の深夜なんて車通りもないから信じられないくらい静かでさ、やけに小銭を投入する音が響いてた。お金を入れてボタンを押したら、おみくじのランプが、ピピピピピピってなり始める。シーンとしたあたりにそのチープな電子音がやけに不釣り合いで、当たっても2本も飲めないしななんて苦笑しながらジュースを取ろうとしたんだけどさ。自販機の切れかかった電灯の薄暗い明かりくらいしかないから取り出し口なんてほとんど真っ暗で見えない。ジュースはどこだ？とて探りで取り出し口内をまさぐってたらさ、握られたんだよね。手を？意味わかんないと思うけど、取り出し口の中で手をつかまれたの。ちょうど握手をするような形で、一瞬頭が真っ白になった。間違いなく人の手の感触だった。しかもね、だんだん握る力が強くなってくるのよ。痛いくらいにそこで我に返って、うわぁ、って必死に手を振りほどいた。相当強く握られてたのにあっさり手は抜けて、俺は反響乱で自転車に駆け乗って、全力でその場を離れた。混乱してたからはっきりとした記憶はないんだけど、その手の感触と、背中越しに聞いた。ピピピピピピ、という音だけは鮮明に覚えてる。それからというもの、俺はどんなものにせよ、口、になってるものに手を突っ込めなくなってしまった。自販機はもちろん、
郵便受けやポストなんかでさえ。だってさ、握手、されるでしょ、また。多分。ネットで見つけた怖い話。第3881話、セメント袋。私は、Nセメント会社の、セメント袋を縫う女工です。私の恋人は破砕器、クラッシャー、栄子を入れることを仕事にしていました。そして10月の7日の朝、大きな石を入れるときに、その石と一緒に、クラッシャーの中へはまりました。仲間の人たちは、助け出そうとしましたけれど、水の中へ溺れるように、石の下へ私の恋人は沈んでいきました。そして、石と恋人の体と枠だけあって、赤い細い石になって、ベルトの上へ落ちました。ベルトは粉砕塔へ入っていきました。そこで鋼鉄の弾丸と一緒になって、細かく細かく、激しい音に呪いの声を叫びながら、砕かれました。そうして焼かれて、立派にセメントとなりました。骨も、肉も、魂も、粉々になりました。私の恋人の一切はセメントになってしまいました。残ったものはこの仕事着のボロばかりです。私は、恋人を入れる袋を縫っています。葉山よしき、セメント樽の中の手紙。ガクガクブルブル。それ小学校だか中学だか高校だかの国語の教科書に載ってたな。ネットで見つけた怖い話。第3882話、ばあさん全開。これは私が子供の頃の話です。当時私は、地方の田舎に住んでおり、周囲に民家も少なく、学校に通うのも片道で50分は歩かなければならないところでした。途中の道のりは昼間でも薄暗い林の中を歩かなければならず、その先には古びたアパートが一軒建っていました。普段から雨戸が閉まっているなど、人が住んでいる気配はなかったのですが、ある日の帰り道、普段は人気のないそのアパートに何人か人が集まり、何か話し込んでいるようでした。アパートが近づくにつれ、皆黒い服を着て、白と黒の幕が垂れ下がっており、葬式だと気づきました。家に帰り母にそのことを話すと、住んでいた80歳近いおばあさんが亡くなったと聞きました。その話を聞いてからは怖くて、学校から帰るときはできるだけ早く家に帰るようにしてました。しかし、ある日、つい友達と放課後遊びすぎてしまい、学校を出たときは6時を過ぎてしまっていました。帰り道は街灯も少なく、真っ暗な闇の中を走って帰っていました。やがて真っ暗な中に黒いアパートが目に入り全力で走り抜けようとした時のことです。変な声がブツブツ聞こえてくるのに気づきました。何の声？と思い耳を傾けると、何か息苦しそうな、かすれた声で、お経のような念仏を唱えていました。怖くなり、走ってアパートの前を通り過ぎようとした時、アパートの2階の窓が開いており中から薄暗い明かりが漏れていて、ふっと、見ると目を全開に開いた老婆が2階の窓から体を乗り出しこっちに手を伸ばしていました。今日のオカルトスレ。閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？浮かぶ2つのトリーハイドくんハサミ女。誰かこの画像の答え合わせくれ。401。すまん答え見つけれたわ。天狗、渦人形、こっくりさん、すくうもの、両面すくな、邪霊の巣窟、リアル、くねくね、小鳥箱、カンカンヘビネジ、八尺様、猿夢。だって。リンク。774。タスレのですが怖かったので、夜食食べてるときやけに視線感じると思ってたら小窓に人がぬぽうと立ってた。びっくりして窓を開けたら40代の男とおばあさん。何も話さないので困ってたらうちの子供知りませんかと聞かれた。ご丁寧に大量の胎児の写真まで見せてもらったがわからず。正直に知りませんと答えたら案外あっさりと引き下がった。
のは良かったんだけど、なぜか土遅れと言い出して、私が唖然としてるうちにスーッとどこかへ行ってしまった。普通そうな人だけどちょっと怖かった。904。自分は37で死ぬと最近、夢で宣告された。なんか夢の中の自分も死ぬことを冷静に受け止めた感じだった。2年前にも。あなたはもう余命が少ない、大地震。神奈川住みです。で死ぬ、と言われた夢を見たが、不思議と怖くなくて、ああそうなんだ、と思った。するとあと1年か。東北大震災は2011年3月。この書き込みは2009年12月28日。3日後に2010年、書き込みから震災の期間はほぼ1年。1年3ヶ月、東北大震災による神奈川県死者数は4人。2012、平成24年3月11日のデータ。ホラーやオカルト系の怖い話じゃないんだけど。昔、小学校3から4年頃、夏休みにいとこの家に遊びに行った時、おばちゃんが超能力の本を見せてくれたんだよ。文庫本ぐらいの大きさで、青い表紙カバーの本なんだけど、それを読むと、手がキラキラして、超能力が身につくってんで、遊び半分で数ページ読んでみたわけ。そしてラマジで手がキラキラ凍ってんの。例えると、ラメっていうのかな？女の子が肌につけるようなやつ。あんな感じで手のひらがキラキラ凍ってるんだよ。汗だと思って、拭ってみたけど落ちない。数分すると自然に消滅。カバーに何かついてるのかな？と思って。10分ぐらい本を持ってたけど何もつかない。そもそも、カバーはどう見ても紙だし。なのに本を数ページ読むと手がキラキラ凍り出すんだよ。超能力って言うと、当時はマリックが流行ってたから、ハンドパワーの構えで近くにあったコップに向けて、気を集中させてみたら数十 CM 動きました。あまりに興奮してしまい、いとこやおばちゃんに言ったんだけど、全く信用してくれませんでした。あの本マジで何だったんだろう。あの本を探すために本マニアになったけど未だに見つかりません。それと、それ以来は超能力みたいなのは使えなかったし。もちろん霊感もありません。誰かこの本の情報知ってる人いませんかね？多分昭和50から60年代に発行された本だと思うんだけど、ページ数は 300p ぐらいだと思う。リンク。ある時、鏡を背にしてテレビを見ていた。しばらくして、気配がするから振り返って鏡を見た。そこには自分の後ろ姿が映っていた。どうなってるのであった話、誰か知ってる？16。もし俺がこんな状況に出くわしたら家から飛び出すがな。15。鏡じゃなくてガラスなんだけど。小学生の時、夕方ランドセルを忘れたので学校に取りに戻ったら、廊下の突き当たりの戸のガラスの部分に、自分が映ってなかった。廊下の代わりに小さい部屋と男の子が映っていた。その男の子は、顔だけは隣のクラスの田村くんだったけど、絶対違う。野球帽も違ったし、体型も違ったし、何より目つきが違う。体育座りで、膝と帽子の隙間からものすごく暗い目でじーっと見ている。すっ飛んで逃げた。幻覚だったかもしれない。去年、バイト先の大きい棚のガラスに、女の人の目だけが映っていて、目があった。自分の目じゃなかった。もっとちゃんと化粧した、大きくて綺麗な、無表情な目だった。ドキッとした。小学生以来、ガラスが怖い。その2時間後、営業で来た人が、すぐそこの交差点で死亡事故があってひどい渋滞ですよ、と話してた。死んだのは老人だった。でも死亡時刻が、私が女の目を見た時間と同じ10時半だった。数ヶ月後、バイトの子が、この店に霊がいる気がする、と言い出した。まさかと思って聞くと、やはり若い女で、棚の中にいるらしい。建物ができる前からいて、
居場所に棚を置いたために重なっているらしい。だからあの目は映ってたんじゃなく、中から覗いてたのかもしれない。18、小学生の時に、売り子姫。っていう肝試しっていうか、心霊ゲームがあったと記憶してるんだけど。深夜の2時に、部屋を真っ暗にして青い服を着て兄弟の前に座る。兄弟の両脇にはろうそくを灯しておく。鏡の中の自分の顔を見ながら、鉢かぶりの売り子姫、鉢を脱いで表、表、面、お見あれ。って唱えると、鏡の中の自分の首がころりと落ちる。っていう遊びなんだけど、実は鏡の中の首が落ちたら成功で、落ちた首ごと厄災も落ちるんだと。で、鏡の中の首が落ちなかったら、売り子姫が首を借りに来るから、顔を見られないよう、布団から顔を出さずに寝なきゃいけない。って話。まあ、さっちゃんのバナナ、みたいなもんだな。19、18、で、やったの？ちゃんと落ちた？24。だけど、小学生の時にやったけど落ちなかった。首は、未だに刈られていません。でも、いつ首借りに来るかはわからないんだよね。大学サボって家でゲームしてたら、友達、わい、からメールが来た。やべえよ。すげえの見た。この興奮をお前にも分けてあげたい。とかこんな文面だった。どうでもよかったけど、とりあえず、何があったの？って返信したら、会って直接話したい。電話やメールじゃダメだ。みたいな返事が来たので、暇だったし会うことにした。場所はワイが、腹減った。マック食いたい。と言ったのでマック。で、俺の方が先にマックについて、ワイを待つことにした。しばらくするとワイが来たけど、なぜか顔面蒼白。しかも、人が食ってるチーズバーガー見て、そういうことか、とつぶやいて座りもしない。なんだか様子がおかしいので、落ち着いて話を聞こうと思って。とりあえず、何か頼んでくれば？と言ったら、突然、ハンバーガーなんて食えるわけねえだろうが、とはいぶち切れ。てめえが食いていって言ったんだろうが、と切れそうになったけど、そこは抑えて、何があったんだよ、と冷静に聞いてみると、今度は、俺が悪かったんだよな。もうやばい、やばいんだよ。と半泣き、なので、俺とメールした後、何かあったのか？と聞くが、無言。こっちも何も言わずに黙っていたら、そのうちぽつりぽつりと Y が話し始めた。Y は大学に向かおうと電車を待っていたんだけど、そこで人身事故に遭遇したらしい。スーツを着た中年の男がふらふらと線路の方に歩いていって、Y が、おかしいな、と思った瞬間、電車に飛び込んだらしい。電車は男を文字通り、巻き込んで、あたりにはおかしな色の塊が飛び散ったり、女子大生らしい子が発狂したり、自動販売機の上になぜか男の靴が片方乗っていたりと、まさにカオス。その状況下では岩俺に、この、興奮を、メールをしてきたというわけだった。なので岩は、事故にショックを受けるというより完全に楽しんでいたらしい。そして、Y は俺にメールを送りながらやじ馬をし、その後トイレに行こうと上りのエスカレーターに乗った。他の客もみんな興奮していて、死ななくてもねえ、とか、すごかったねえ、なんて勝手なこと言ってる中、Y はおかしなものを見たらしい。Y?エスカレーターの手を乗せるベルトあるだろ？その左横に70センチくらいのスペースがずっと続いてるんだけど、上の方に体育座りしてるやつがいるんだよ。はじめは決まるがいが何やってんだ、と思ったんだけど、わい、
誰もそいつに気づいてないっぽいんだよ。おかしいだろ、あんなとこに座ってたら普通、みんな気づくだろ。で、まじまじ見てたらそいつ、片方靴履いてないんだよ。それで、さっき死んだおっさんだ、って思ったんだよ。だけど、東京だから無関心な奴もおかしな奴もいっぱいいるし、俺の誤解だと思うとしたんだけど、それでも恐怖が収まらなくて。だって、俺は、確実に自分から奴に近づいていってるわけじゃん。思い切ってエスカレーター楽そうしようかと思ったけど、下は警察だらけだし。気づいていないふりを決め込もう。そうすれば、これだけ人がいるんだから、自分だけが選ばれて何かされるなんてことはない。ワイはそう思ったらしい。気づくとそいつとはもう目と鼻の先。勘違いだ。ただの変わり者だ。と頭の中で念仏みたいに唱えて、そしてとうとう男と並んだ。けど、何もない。やっぱり考えすぎか。とワイがほっとした瞬間。おいいい。と、ホースを指で潰したようなゴボゴボ。みたいな音をさせながら、ものすごい声でうなられたらしい。ワイが驚いて後ろを振り向くと、ボロボロのスーツの上に、潰れたトマトみたいなのを乗せたものが、四つん這いになって、お前よくハンバーガーなんて食えるなぁ。ワイはそこで尻餅をつき方針。前にいたおばちゃんに、大丈夫。と手を貸してもらうが、立ち上がることができず、そのままエスカレーターの終わりまで座り込んだままだったらしい。で、なんとか待ち合わせ場所のマックまで来て、俺のハンバーガー見て発狂。ワイはこの話を一気に話し終えると。でも、人が死んだのを面白がった俺が悪かったんだよな。と言って反省している様子を見せたが、そのまま席を立つとカウンターで照り焼きバーガーを注文していた。おじさん、ワイはハンバーガーを食べました。712。絶対にばあちゃんが教えてくれなかった怖い話。俺は、怖い話が好きでよく、ばあちゃん怖い話して、って子供の頃しょっちゅう言ってた。ばあちゃんはまた話上手でたくさん怖い話をしてくれた。ある時俺が、ばあちゃんが知ってる中で一番怖い話を教えて、って言ったら、それはダメだ、って言われた。俺は、歯は怖がらせようとしてるんだな、と思ってねだったら、話したくないことだってあるんだよ、と怒鳴られた。ばあちゃんが怒鳴ることなんてあんまりないから俺ちょっとビビって、そのままになってたんだ。でついこの間ばあちゃんがふと、怖い話、してやろうか、って、ぼそっと言うんだよ。俺のばあちゃん、昔、某ホテルの支配人だったんだ。あんまり名前は出したくないが、火災、で有名なとこな。火災前夜に夜のシフト側行ってて、ばあちゃんと三人の男の人が、フロントで話してたら聞いてドアが開く音を聞いたんだって。でもそれは音だけでドアも開いてなければ人もいない。しょうがないから三人が見回りに行ってばあちゃん一人がフロントに残された。んだ。ばあちゃんは怖がるようなたちじゃないし、霊感とかそういうのもないけど、感が恐ろしく優れてる。735、ばあちゃんはなんとなく違和感を感じていたそうだ。しばらくフロントで仕事をしているとあることに気がついた。そのホテルのロビーにはソファが置いてあるのだが、ばあちゃんを背にするようにソファに腰掛けている女性がいたんだ。子供のように背の低い女性だった。少し頭がちょこりと見えるぐらいの背だったらしい。女性の髪型について書くのは難しいのだが、
ロングヘアーでサイドに2つ持ち上げたみたいな感じ。ただ髪の毛には白髪が混じっており、首元は皮がたるんでいるような感じで。子供のような、老人のような女性だったと言っていた。その女性が振り向くんじゃないかと思って怖くて声をかけられなかったって言うんだ。黙ってどこを見ているのか。そんなことを考えたら怖くて逃げ出したくなった。しょうがなくばあちゃんは仕事を続けていた。足らないの、これじゃ足らないの、足らないの。女性はしわがれた声でボソボソとそんなことをつぶやきながら何か書いているように見えた。そこにあの三人が何事もなかったと帰ってきた。ばあちゃんは胸をなで下ろし、あの奇妙な女性のことを告げようとした。ねえ、あの人変じゃない？あ、女性は本当に忽然と姿を消していた。ばあちゃんが、おかしいわね、と言いながらソファを見ると、そこには小さな紙切れが置いてあったそうだ。紙切れに書いてあるのはいくつもの数字とぐるぐると赤鉛筆で囲まれた丸。全くでたらめな数字の羅列に思えた。740、その後のことだ。ホテルで火災が発生した。ばあちゃんはここをあんまり語ろうとしない。宿泊者が火災に気づいた時はすでに避難が困難を極める状態であったというから、相当火の回りが早かったんだろう。ばあちゃんは正義感で消防団員に止められながらも宿泊客の救助をしようと、燃え盛る建物に無理やり入っていったらしい。燃える建物、ガスや暑さで窓から飛び降りてしまう人たち、気に刺さった死体を。見てばあちゃんはこの事件について語ろうとしないのだと思っていた。でもばあちゃんがこの事件について語ろうとしないのはそれだけじゃなかった。ばあちゃんは燃え盛る建物を前に何もできなかったことを悔やみ、火災事件死者のお葬式に参列した。ある時ばあちゃんはあの紙切れのことを思い出した。あれは、一体何だったんろう。ばあちゃんは並んだ数字を囲む円を見てはっと気がついた。それぞれ囲まれた数字が死者を出した部屋の番号であること。921、910、822、922、923、845といった具合にだ。実は俺その紙切れ見せてもらったんだ。本当に普通の紙なんだが、ゾッとしたよ。異様なまでにぐるぐると赤鉛筆で囲んだ円とか。ばあちゃんはその紙をパッと化粧台の下に入れた。俺もそれ以上は詮索しないが、ばあちゃんには、まだ何かあるんじゃないかと思うんだ。高校の友人の H 君から聞いた話書いていい？いまいちスケール小さめだけど。52、どんどん書けよ。70、ありがとう、人に話してみたかったんだ。H 君は霊感があるかないかといえばある方だ。中学生の夏休みに友達とキャンプ行ったらしいんだけど、町が近くにある山沿いのキャンプ場で、昼間はサバゲーとかでひたすらはしゃいで、飯も食って夜になった。その日は町で花火大会があるから、それまでの1時間ほど肝試ししようってなったんだ。というのも実はそのキャンプの裏飯るべが肝試しで、下調べはバッチリだった。山の小道を分け入った先にちっちゃい墓場があって、立ってる墓石の数を、みんな一人ずつ行ってみてきた。ご最後に答え合わせ、下調べしてたやつが答え知ってて、間違えたやつは罰ゲームというルールだった。91、続き。まあ随分適当なルールだし、小道短いし、使う懐中電灯もめっちゃ明るくて。
見通しいいしでなんかふわふわした気も試しだったんだけど、一人目、二人目が終わって H 君の番になったんだ。小道は汚くて、明るいとはいえ蜘蛛の巣を避けきれなかった H 君は、テンション下がりまくりだったんだけど、なんせ墓場に着いた。墓石の数は4つだったらしいんだけど、隣に井戸があったんだって、その井戸には上に石の板で蓋がしてあって、ただちょっと蓋がずれてて中の穴がほんのちょっと見えてたらしい。その真っ暗な穴を見つめてたらだんだん音が静かになっていって、怖くなったから後ろ向いて帰ろうとしたんだけど、なんか目が離せなかった。H 君はしばらく動こうとしてやっと、これ金縛りだわ。って気づいた。こういう時も頭は、はっきりしてるから井戸の穴を見つめながら、やばいやばい。って考えてたら、ズリ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 。って何かが擦れる音がし始めた。やばい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 。って思ってんだけど体が動かず。ズリズリは止まらず、何これ何これわーってなってたら、ドン。花火の音で金縛りが溶けたらしい。逃げようと思って振り返るときに足元の土が目に入って、H 君の靴の跡が20センチくらい H 君の背後から井戸方向にまっすぐ H 君の足につながってた。どうやら H 君は突っ立った格好で井戸の方に平行移動してたらしくて、ズリズリって音は H 君が引きずられる音だったっぽい。戻ってきた H 君は友達に、投げよ。花火始まっちゃったじゃん。とか言われて、なんせ花火が鳴っちゃったので肝試しは終わりになった。朝になって詳しくは言わずに友達全員で墓場に行って井戸の蓋直して帰ったんだけど、H 君の霊感とか知ってる家族に、そんな井戸の蓋に触んな。って怒られたそうだ。場所は富山県砺波市の西側山沿いのどっか。まあ詳しく聞いてないからこれ以上は知らない。H 君はちょいちょいこういう体験してるけど、今もサバゲーやったり元気です。以上です。92。やっぱり遊び半分で肝試ししちゃダメだな。88。だいぶ前に旅行行った時の話だけど、中学くらいの時家族と一緒に旅館に泊まった。小さな旅館で仲居さんとかも多くなく、半分以上家族で経営しているようなところだった。そこに小学生くらいの女の子がいて、多分おかみさんの子供とかだと思うんだけど、とにかく可愛い子で一懐っこい子だったので、少し遊んだり話してたりした。おかみさんも困ったような感じで、すみません、とか言っていたが、俺は、その子が結構好きになっていたので、いえいえ、みたいな感じで一緒に遊んでた。次の日、起きたらその子の姿がなかった。まるまるちゃんどこですか？っておかみさんに聞いても中井さんに聞いても、誰も知らないし、名前すら覚えていない。俺は、おかしいな、と思っていたが、誰に聞いても知らんと言われるので、夢だったのかと勝手に納得した。さらに次の日、旅行は2泊3日の予定だったので帰ることになったのだが、チェックアウトしているとき、入れ違いで入ってきた家族連れのお客さんの中に、見知った顔がいた。でもその子の名前を俺は、もう覚えていなかったし、今も思い出せない。92、こういう感じの怖い話好きだわ。140、今ふと思い出した。今から15年近く前の話。箱根の某旅館。旅館とも呼べない民宿みたいなところ。に泊まった夜、部屋にトイレがないから廊下にあるトイレに行ったとき、背後からすごい視線を感じた。振り返っても誰もいない。ちょっと怖いから早めに用足して部屋に戻って、布団に潜り込んだ。ほんの、ふと、障子の隙間から見える外を眺めたら、顔がこっちを見てた。やべえーと思って布団に潜った。1時間ぐらい経った。ところで恐る恐る布団の隙間から、ちらけんしたら、今度は親の布団の枕元に立ってた。そこで失神したみたい、気づいたら朝になってた。
あれから随分経つが、親は健在だし霊感らしきものもない。なんだったんだろうな。あれ？ごめんね、コキペじゃなくて。142。そんな怖い体験をどうして忘れることができるのか。313。流れ水に投稿するわ。無駄に長いし夢の話で。あんまし怖くないけど許せ。4年のちょうどこの時期あたりに夢を見た。それは友達と一緒に心霊スポット巡りをしている夢だった。多分いろいろ回ったんだと思うが、そこはあまり覚えてない。まあなんやかんやで。なんかグダグダだし、次最後にしよう。的な話になって、俺ら二人は山奥にある滝に向かったんだ。またなんやかんやで滝に着いた。そこは滝の水が打ちつけているところの下に、人が一人乗れるくらいの岩があったんだ。よくアニメとかである滝の水に打たれる腫瘍で、登場人物が座っているような感じの岩だった。わかりにくくてすまん。316。313。続き、その場所には夢ながらにかなりゾクゾクしたのを覚えてる。でも友人はそんな感じもなく、むしろスポット巡り中に、あまりに何もないものだから退屈していたようだった。滝を見てる俺の後ろで、どこかそっぽ向いてたしね。そんな友人を見て俺は、嘘を言って驚かしてやろうと思った。俺は、振り返り。おい、あの滝の岩に白装束の女が立ってるぞ。って言ったんだ。友人は俺と滝の方に振り向いた瞬間、もうダッシュで走り去っていった。なんだ？と思って俺も滝の方に振り返ったんだ。そしたら、俺の目の前に白装束の女が立っていた。その女と目が合った瞬間に何か意識が遠くなっていって、俺は、そこで目が覚めた。319。携帯で時間を確認したら5時40分。6時半起きの俺は、まだ寝れるなーって思い二度寝の体勢に入った時、ふと、ドアが開いた音がしてドアの方を見た。白装束の女が入ってきた。その手にはナイフが握られていて、1分ほどの沈黙の後に女は俺に近づき、俺の右腕にナイフを突き刺した。と同時に俺は、今度こそ本当に夢から覚めた。2段階の夢だったんだ。でも異様に右手が痛かった。あ、女、と思いドアの方を見たが、半開きのドアの前に今度は誰もいなかった。でも俺は、それでもビビった。ドアの上の時計は5時41分を指していたんだ。怖くなくてごめん。でも俺には相当怖かったんだ。321、十分怖えよ。383、これオカルトでもなく、怖い、の方向性がちょっとずれるんだけど、大学時代、関東地方の大学ではないです。に俺の友達が体験した実は、その日俺の友達3人が回転寿司で寿司食ってたんだって。そしたら隣に一人で座ってたおばあさんが、あんたたち大学生さん、みたいな感じで話しかけてきたんだと。とりあえず、そうです。って答えたんだけど、おばあさん一人だしその後も、いろいろ話しかけてきたんで割と和気あいあいと会話を楽しみながら寿司食ってたそうな。そんな中そのおばあさんが席を立ってトイレに行ったんだけどなかなか帰ってこない。最初は、ちょっと長いな、くらいに思ってたらしいんだけどだんだんなんか不安になってきた。が、こっちは男ばっかりだし今知り合ったばかりの人だしってことで、特にトイレに見に行ったりはしなかったそうだ。でもあまりにも長いんで店員さんもおかしいと思ったらしく、女性の店員さんがトイレを見に行ったがトイレどころか店内のどこにもいなかった。そうこうするうちにとある店員さんがやってきて、あのおばあさん、お客様たちのお連れさんですか？
って聞いてきた。もちろん、違います。って答えたんだけど、その時の店員さんの聞き方の感じと、その後の雰囲気で分かったらしい。結論から言うと、そのおばあさんは食い逃げ犯だった。俺の友達に三人にわざと話しかけて、まるで連れであるかのような雰囲気を作り出してからトイレと見せかけて店を逃げ出したってこと。つまり三人は食い逃げに利用されたわけだ。もちろん友達三人に金は請求されなかったし、特に被害はなかったんだけど、ちょっと怖かったと言ってたよ、と。さっき食い逃げと書いた時にこの話を思い出した。わら。田舎のババア見た目によらず怖いぜよ。ボーイタからのコキペ。そんなに仲良くなかったし、学生当時も嫌われていた同級生の話。学生時代からよく友人の彼氏を寝取る子で、近所に住んでいるがゆえに腐れ縁だった。私は、彼女に、恨まれるようなことは止めなよ。とたまに注意していた。大人になった彼女はやっぱりというか、貯めるべくして貯めったというか、不倫女になってしまって、二人の子供がいる男性を奥さんから奪い、男性の家庭を崩壊させ、離婚させ、その後見の男性と出来婚した。不倫の末の結婚だったけど、堂々と式も挙げて、家も新しく買って、端から見ると、祝福はされないものの幸せそうではあった。ところが、結婚して子供が生まれた頃に、男性の会社が事件を起こしやむを得ず倒産。その直後、男性の元奥さんが、男性と彼女の家の玄関で首吊り自殺。第一発見者は早朝散歩の近所の人で、近所中の噂に、悪霊と嫌がらせに耐えきれなくなった彼女ら一家が、引っ越しようとした矢先、男性の会社倒産で煽り倒産した会社の社長が、先の元奥さんと全く同じ場所、同じ方法で自殺。その後、男性の両親、地方に住んでいた、が殺人事件の被害に遭い死亡。強盗殺人で、かなりむごい殺され方だったそう。その後、男性は帰宅途中に失踪して今も行方不明。夜の仕事しながら一人で子供を育ててた彼女だけど、数年前に子供が致傷だと発覚って、彼女自身も、この前も遠くさんの子供に家を放火されて右半身に大火傷。夫婦揃って怨霊つきすぎだろ。しょっちゅう、子供捨てたい。金貸して、当地に来るけど、いつか本人も殺されるんだろうなと、なんとなく思ってる。学生時代の同級生らは、皆口を揃えて、因果応報でしょ、と笑ってる。友達に聞いた話。友達が彼女とホテルに泊まって寝ていた時、友達は妙な息苦しさでうなされていた。友達があまりの息苦しさに目を開けると、目の前にあったのは、真顔で首を絞めてくる彼女だった。ええ、なんで？と友達はパニクったらしが、彼女は相変わらず真顔のまま首を絞めてくる。その力は尋常ではなく、抵抗もまるで効かない。もう、無理、死ぬ。てか、なんで？と友達が思ったとき、はっと目が覚めた。どうやら、夢だったらしい。悪い夢で汗ぐっしょりで、気持ち悪かったが、友達は夢だったのかとほっとした。でも、やっぱり怖かったから彼女を起こそうと隣に寝ている彼女の方に顔を向けると、目を限界まで見開き、歯をギリギリ言わせている彼女がじっと友達を睨んでいたらしい。33、何それ怖い。356、流れぶった切って、俺が体験した話であまり怖くないかもしれないが、ちょっと前の仕事が休みだった日、原付きでうちの裏山を走ってたんだよ。そしたら空にぽっかりと、赤い鳥居が2つ並んだ状態で浮いてるんだよ。赤い鳥居が浮いてるっていうより、宙にぼやけてるって感じかな。道なりにその鳥居があったから、走り抜けたんだよね。だからちょうどくぐった感じ、2つとも、家に帰って、
その日は普通に過ごした。問題は次の日からで、高熱が出て、薬を飲んでも病院に行っても熱が下がらないんだよ。母親に、何か最近変わったことはなかったか、と聞かれて、息も絶え絶えで鳥居のことを話したんだよ。そしたらうちの母親が血相を変えて、A さんに連絡しないと、って電話してた。A さんってのはユタ、うちの地方じゃノロイシみたいなもの、だ。357、ほどなくして A さんがやってきて、俺を見るなり、ああ、これは相当やられてるね、って言ってきたんだよ。何にやられてるのか、何をやられてるのか、全く聞けなかった。身体が動かなくて、声も出なかったんだよ。それなのに家の仏壇の前に寝かされて、A さんが持ってきた酒やら米やらを仏壇に並べ始めた。鳥居を二つくぐったんだね、と聞いてきたから、かすかにうなずいた。あんたの先祖に守ってもらうように今から頼むけど、それができなかったら、あんたは悪いけど、ここで命が切れてしまうよ。と、物騒なことを言うんだよ。A さんは何やら呪文みたいな言葉を唱え始めた。俺が聞き取れたのは、マジムン、武装、未来、の三つだけで、呪文みたいなものが書かれた紙で体を叩かれておしまい。A さんが、どうにか切り抜けた。あんたよかったね、毎年墓参りにちゃんと行ってて、って言ってきた。俺、なんとなくなんだけど、墓参りだけは親と一緒に行くのを欠かさなかったんだよ。それが幸いしてたらしい。358。で、A さんが、次に鳥居を見たらすぐに離れること、絶対くぐってはいけないこと、と言い残して去っていった。次の日、嘘みたいに熱が下がっていた。母親にどういうことか聞いてみたら、世の中知らない方がいいこともある、と、最初取り合ってくれなかったが、しつこく聞いてみたら、俺の家系に関係している。鳥居をくぐったら8割の確率で死ぬ。鳥居の数はその人が生きた年数に応じて違う。雨の日は鳥居は出ない、としか教えてくれなかった。これが今まで平和に暮らしてきた、俺の唯一のシャレにならなかった話。読んでくれてどうもありがとう。362、356、おつ、十分怖いぞ。393、ユタって言うと、地元は沖縄かな？なんか、以前ネットの友達が普通の霊能者がお手上げ状態で見放すような霊に疲れた時、その見放した霊能力者から、沖縄のユタという民族、シャーマンみたいなものを、頼ると良い、って勧められた、って話を聞いたことある。395、そうです。沖縄です。よくご存知で。ユタって結構身近な存在だったりします。うちは昔から同じ人に方角とか見てもらってますが。656、今でも不思議でわけわかんないんだけど、俺の幼馴染が遭遇した話を書きます。長いです。ごめんなさい。幼馴染は女なので、名前は仮に A 子とします。もう5年前になるけど、A 子は当時23歳だった。そこそこ美人なんだけど、性格がかなり変わってて近寄りがたい雰囲気の女なので。当然彼氏もいなくて、俺は、よく、誰かイケメンを紹介してくれ、と言われていた。ある日、仕事から帰ってきた俺は、家の前でいいこと書き合った。家が隣同士、いつも明るく立ち話をするのだが、この日はいい子がこんなことを話し出した。今日、たまにはバッグの掃除でもするかって思ってさ。いつも持ち歩いてるトートバッグの中身を、テーブルの上にぶちまけたの。丸めたゴミとか100円玉とか板ガムとか色々出てきたんだけど、その中にさ、なんか畳んだメモが一枚あってね。なんだろと思って開いたらさ、ほら、これなんだけど読んでみ。そう言って、一枚の紙切れを渡してきた。
何かの DVD の予約受付表、販売店とかにまとめておいてあるやつ。の裏に、ボールペンで雑な文字が書き殴ってあった。であなたを見かけました。とても気になっています。どうしても声をかけることができなかったので、こうしてメモを書きました。俺は、20歳、S ファン。個人的にお会いしたいです。電話かメールください。90、メルアドー、657。俺は、思わず、浮気も、と口走った。とは、近所にあるレンタルビデオ店。S ファン、その自称ハイド君は、一切気配を悟られずに栄光に忍び寄り、肩から手入れているトートバッグの中にこのメモを放り込んだのだろうということだった。栄光は、面白そうだからこれからメールしてみると言い出した。この頃の栄光はとにかく彼氏に飢えてたし、なんつうかバカだったので、こんなおかしなアプローチにもロマンスを感じてしまったんだろうと思う。俺は、別に止める理由もないので、どうなったか後で教えてね。と言ってその場はおしまい。そしてこの日から俺に、ハイド君にアクセスした英子からの詳細メールが届いた。ちなみに一週間でこんな感じだった。さっきメールしたよ。ハイド君、照れちゃってなんかすごい可愛い感じ W。とりあえずメールから友達始めることになった W。初めて電話した。声渋くてかっこいい。今日はすごく口説かれた。今度会ってくるかも W。そんなこんなで、また家の前でいいこと勝ち合ったとき。ほらこれがハイド君だよ、と言って携帯に送られてきたという画像を見せてきた。でも、そこには俺が映っていた。は？これ俺じゃん。と思ったんだけど、エイコはハイド君だという。しかも、確かにちょっとハイドに似てるでしょ。なんて言って喜んでる。意味がわからなくて、しげしげと画面を見るんだけど、どう見ても俺の顔だと思った。でも俺は、エイコの携帯に自分の画像なんて送ってないし。そもそも俺は、ハイドになんてすべぜん似てない。658。わけがわからなくなって、なんだかものすごく怖くなってきたので。エイコに恐る恐る。あのさ、これ俺に見えるんだけど。って聞いた。エイコはポカーンとして、何言ってんの。あんたじゃないでしょ、どう見ても。と言って携帯をひったくり。それに目を通した瞬間に、金切り声を上げて、携帯ぶん投げた。あまりの勢いに俺も、どうしたよ。おい。ってビビってると、エイコが、顔顔、顔が、と叫んでた。下に落ちた携帯をつまんで見てみると、男の顔がさっきと変わってた。もう俺の顔じゃないんだけど、なんか虫歯の走ったような機嫌の悪い変な顔になっていた。マジですっげえビビった。エイコが、その画像消して、早く消して、とわめくので、怖かったけど俺は、その画像を削除した。二人して冷や汗かきながら、なんなのあれ、とか、いたずら画像なのか、とからあらあ騒いだけど、結局、わけがわかんない。ので、気持ち悪いしこりを残したままその日は別れた。その後、英子のところにハイド君から電話が一回だけあった。夜中に、怖くて取らないでいたらしいのだが、何分も何分も延々と着信が続き、恐ろしくてついに電源を落としたそうだ。次の日の朝に電源を入れるとメールが届いていて、そこには、また早朝2時30分、と書いてあった。そしてハイド君からの連絡は一切なくなった。659。でも、話は、まだ終わらない。この騒動から1年かそこらが経ったある日に、A子がうちに転がり込んできて騒いだのだ。なんと、バッグの中にあのメモがまた入っていたそうだ。俺も寒気を覚えた。
文面はほぼ同じで、〇〇であなたを見かけて、気になったのでメモを入れた、というものだった。しかし今度は場所がレンタルビデオ屋ではなく、地下鉄の駅の名前。紙は破いた手帳ノートみたいだった。差出人は、才の男。やっぱりあいつだと思う。もちろん A 子はこれに答えなかったし、幸いそのまま何もなく無事に終わってくれた。今でも不思議なこのメモ騒動なんだけど、一体なんで俺の顔だったのか。なんで A 子は俺の顔を見て、ハイド君、だと信じ込んでたのか。本当にわからない。全然見当もつかない。もしかして全部 A 子の狂言かなって思ったこともあるけど、さすがに違うと思う。バカだけど、根本的にああいうことをするタイプの人間じゃないし。最後に、このハイド君は、黒だ、と名乗っていた。もしバッグの底に、自分の知らない畳んだメモがあって、それが、黒だ、からのものだったら気をつけてください。好奇心で連絡しちゃうと、おかしな目に遭うかもしれません。長くて本当にごめんなさい。もしかしたらまたあるかもしれないって不安はあるんだけど、とりあえずこれでおしまいです。663。めちゃ怖いやんか、トイレに行けなくなちゃうよ。878。また会社でのぬるい話を一つ。コンサル部の部長は時々ワープするらしい。打ち合わせ中に他の場所で目撃されたり、出張中なのにかかってきた電話に出ていたりと、瞬間移動できる、また派分裂して増えてる、そんな噂があった。別の課で、経理の部署にいる私には、さほど接点がなかったため、自分でワープを目撃したことはなく残念に思っていた。それでも社内で部長を見かけるたびに、気になって観察したりしていた。努力が実ったのか、唯一自分で見た時の話、経理用の伝票速を倉庫から 3F の経理まで運ぼうとした。倉庫は 1F で本来なら階段推奨なんだけど、段ボールが結構重かったのと、台車を使うことになったので普段は使用しないエレベーターに乗ることにした。ビルは2箇所エレベーターがあって、正面にある来客用と、奥で主に社員が使う古いもの。使ったのは古い方で、狭くて大人3人くらいで息苦しくなるくらい。ビルは 6F 兼、経理は 4F、コンサルは 6F にある。古い方のエレベーターは3階までしか動かない。理由は不明、昔からそうだったらしい。ボタンも 3F までしかない。879。エレベーターに乗って、ボタンを押そうとした時に、例の部長が一緒に乗ってきた。台車と一緒に乗ると狭すぎるので、一度譲ろうとしたんだけど、部長はにっこり笑ってそのまま平ボタンを押してしまった。おかげで部長は片足を台車の上に乗せるしかなくて、非常に申し訳なかった。エレベーターは古くて、止まる時にガタンと衝撃がある。3F に到着して、部長を乗せたまま台車をガタンと揺らしてしまった。バランスを崩して、積んだ段ボール箱が扉が開くと同時に床に転がった。慌てて先に出て、散らばった伝票速をかき集めてるうちに、部長はそのままエレベーターを閉めてしまった。これ以上、そのエレベーターは上に行けないのに、なんで降りなかったのか不思議だった。もう一つ不思議なのは、台車の上に段ボールを3箱積んでいて、その前に部長の足があって、段ボール支えていたはず。部長が足をどけないと段ボールは崩れないはずだった。私が降りようと、すみません、と声をかけた時にすっとどけたのを見たんだけど、戻ると経理の課長は会議に出てて、いなかった。その会議は3ヶ月ごとに行われる、全部署課長以上、プラス、営業、プラス、重役で行われるもので、もちろんコンサルの部長も出席しているはず。昼休みに営業の同期に聞くと、やっぱり部長は出席していた。一度休憩を挟んだらしいけど、私が倉庫に行っていた時間とは違う。それに重役クラスは来客用のエレベーターを使うのが常。
部長だけど外部からの引き抜きで来てもらったため、扱いは重役レベル。その話を同様にして、部長増職説の方が有力になった。880。ぬるい話ですみません。会社は古くて、本社なため、人数はかなりいます。人が多いとそれなりに変な話も多いのです。使っているビルがかなり古いせいか、結構いろんな話があります。私の話が怖くないのは、そんな目にあったらすでに辞めているからです。在籍6年目、もう少し頑張る予定。881、おつ、面白かった。そのドッペルもどき、いろいろ手助けしてくれているんだね。そのビルに住み着いた何かが、自分も仕事がしたくて、部長の姿を借りて現れたのかな？人から聞いた話だから真偽は知らんけど、どうか。近所に、ハサミ女、と呼ばれる、頭のおかしい女がいた。30歳前後、髪は長くボサボサで、いつも何かをつぶやきながら笑ってる、この手の人間のテンプレート。呼び名の通り、常に立ちバサミを持っていて、シャキシャキと虚空を切っている。刃物携帯だし、よく警官に注意され、連れて行かれるところを皆が見ているが、本人が温厚。なためか、女の自宅付近にしか出没しないためか、そこまでの危険視はされてなかったらしい。友人が小学校を出る頃には、引っ越したのか死んだのか、いつの間にか姿を見なくなっていた。で、友人が中学生時代のある日、数人と肝試しをしようという話になった。場所は、今は無人となっているハサミ女の家。山の入り口に近く、人気のない場所にポツンと立っている、トタン調の平屋だ。盛り上がって向かったは、いいが、暗くて不気味、雰囲気満点の家の様子に、皆すっかりおじけず。おしまい。